望遠鏡マラソン足湯コーナー。マラソン大会参加選手の皆様にお知らせいたします。はい、どうもポンポンです。本日ご紹介する大会は南アルプス桃源郷マラソン。南アルプス桃源郷マラソンは山梨県南アルプス市で行われる、今回で22回目を数える大会なのである。桜の花も散ってしまったんですけども、ゴールはここ入ってきまして、トラック左回りに回るのではなくて、まあ、こっちに逆走するような形ですけど、右回りに入ってきて、ゴールとなっています。ネーミングライツを獲得している日清はソフトクリームの総合メーカーで南アルプス工場があるようなんだ。それではただいまより開会式を始めます。私担当の名取涼子と申します。よろしくお願いいたします。それでは開会宣言です。ただいまから第22回南アルプス桃源郷マラソン大会の開会を宣言いたします。実はすでに市民の皆様ご存知かと思われますが、南アルプスと東京農業大学は平成30年の10月に包括連携協定を結んでおります。こうした関係から今回大会にご参加いただきました。ちなみに今年の箱根駅伝では、大学は10年ぶり70回目の出場を果たしております。アテネオリンピックゴールドメダリスト野口みずき様です。簡単にご紹介、皆さんよくご存じですが、一応簡単にご紹介させていただきます。野口さんは三重県の伊勢市のご出身なんですね。はい、伊勢海老の美味しいところですか。伊勢海老美味しいでございます。ただ一般市民はあまり食べませんのでパールも取れるところですよね。はい。さて、2002年の名古屋国際女子マラソンで初マラソン初優勝を飾り、その後日本人選手として史上初めて国内3大女子マラソン名古屋大阪東京こちらを完全制覇しました。そして2004年のアテネオリンピックに初出場、シドニーの高橋直子さんに続き日本人選手2人目の銀メダリストとなられました。ありがとうございます。ここでちょっと追加情報なんだけど、奄美大島には野口みずき記念碑がある。アテネオリンピックで金メダルを取った時、実は暑さに慣れるため奄美大島で練習していたのだ。たまたま今年の3月に奄美大島に行っていて、その日はとても寒かったんだけど、ここで紹介することができたので言っといてよかった。じゃあまたインタビューに戻る。そして2005年のベルリンマラソンでは当時のアジア最高記録、日本最高記録となる2時間19分12秒のタイムで優勝を飾りました。そしてこの記録なんですかね、野口さん。破られちゃいました。あと1年でね、私の記録も成人式を迎えられたんだなと思うんですけど、もうちょっと待ってよと思いましたけどね。そうなんです。1月の大阪国際女子マラソンで前田直美選手が、はい、2時間18分59秒という記録で更新してしまいましたけど、やっぱ私その時19年間、はい、すごいですね。ました、もう大記録でございました。ありがとうございます。はい、現在はですね、岩谷産業陸上競技部のアドバイザーとして選手の育成やマラソンなどスポーツの解説として活躍されています。さあ、それではご挨拶をよろしくお願いいたします。はい、皆さん改めましておはようございます。野口みずきです。野口みずきさんっていうのはあれなので、あだ名で呼んでください。みーぼーって言います。みんなみーぼーって呼んでね。はい、ありがとう。みーぼー、みーぼーで、あしきの大阪からやってきまして、甲府に友達がいて、昨夜はその友達たちとお酒、美味しいお酒を堪能してきました。私はこの後スタンダーをやった後にそのお酒を出すべく10キロ頑張って走ります。私に追いつかれないように頑張ってくださいね。で、そして今日ご覧の通り快晴ですが、私が走った20年前に走ったアテネオリンピックは35度でした。こちら27度まで上がります。皆さんはまだね、この前までちょっと寒かったです。なので体が慣れていませんから、35度まではいかないとしても30度以上ある体感だと思うので、無理しないで頑張ってくださいね。は
はい、私後ろから追いかけますけど、あんまり頑張りすぎないように一緒に笑いながら走りましょう。そんな感じでいいと思います。はい、でそしてこの会場に来たら、この日生のキャラクター、それからかいちゃんですかね、キャラクターたちがいて、もう可愛いが渋滞してて、本当にすごくなんか和やかになるんですけど、一つ要望があります。この大会のキャラクター、すごい気になるんですよ。シュールでなんかちょっと昭和の匂いがするキャラクターだなと思っていて、で聞いたら名前がないんですよね。どうかこの子に名前を付けてあげてください。で、これ桃の花ですかね。で、なんかその桃にちなんだような名前をぜひ、なんか寂しそうにしてるので、はい、ぜひお願いしたいと思います。今日は皆さん一日楽しく頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか今日は楽しくなりそうですね。一段と、ミーボーさんのおかげで、はい、それではここで、ミーボーにプレゼントがございますのでお受け取りいただきたいと思います。では市長、はい、行った時にプレゼントしたいと思います。とりあえずさくらんぼとぶどうでしょうか、ね、実は桃も大好きだそうですよ。市長桃も大好きだそうですよ。ぜひそちら、じゃあ市長の方からよろしくはい、じゃあせっかくですので、どうぞ野口さん、なんか感想いかがですか、果物のプレゼント。サプライズすごいびっくりしました。聞いてませんよ、もうめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、皆さんも走った後のご褒美めがけて頑張ってください。そうですね、はい、私も今夜また美味しいお酒を飲みたいと思います。やっぱりお酒が一番のようですよ。はい、ありがとうございました。先生、おとーち、私たちはこの晴れ晴れした日に自然豊かな串形の地を走れることに感謝しています。はい、素晴らしい伸び伸びでした。先生でした。ありがとうございます。はい、30秒前、10秒あ、今だ、今だ、号砲が鳴らされ、花火も打ち上げられ、いよいよ東京マラソンスタートなんだけど、実際にはスタート時間ギリギリに列に並んじゃうとなかなかスタートラインまで進まない、まあ、それまでのタイムは計測されないからいいんだけど、スタートしてもしばらくは前をさばくのに時間がかかってしまう。ところで今回のタイム計測は画面には映ってはいないが、シューズの紐にタグを巻きつけて行っている。最近ではこんなやり方をしているんだと思った。走ってると福井県から来た人なんか恐竜の着ぐるみを着てる人もいた。この日は日中気温が上がってとても暑くなったんだけど、着ぐるみを着たらさらに暑くなっちゃって大変なんじゃないかと思ったが、自分が走ることに精一杯で人のことを考えている余裕はない。途中老人ホームの前を通った時には入園者総出で声援を送ってもらって、とても励みになった。この東元京マラソン以前は4月の第1日曜日競馬でいうと桜花賞の日に行われていて、その時はその名の通り桃の花も綺麗に見れていたんだけど、今年は4月の第2日曜日競馬でいうと皐月賞の日に行われて、桃の花があんまり見られなかったのは残念であるが、それでも今年も天候に恵まれたのだから文句は言えない。5キロくらい走るだけで給水を取るまでもないんだけど、一応ネタのために給水も取っておいた。うん、これはただの水のようだな。はい、ラスト400、危ない、ばが見えてくると最後の力を振り絞る元気が湧いてくる。最近は大学女子駅伝や実業団女子駅伝なんかを見てるしてるんだけど、特に年末の富士山女子駅伝のアンカーなんかはものすごい急な坂を駆け上がってきて、さらにトラック一周走ったりなんかして、全然規模も及ばないんだけど、自分が走ってみて本当にすごいと思わされた。とにかくそんなわけでタイムはともかくとして、私も無事ゴールすることができた。ゴール後は、スポーツドリンクいただきました。なんとか、あれ、カメラマンの、馬友です。ありがとうございました。早いね、やっぱり。早い。大きかった。ああ。早い。早い。